ヨサナ、上田と古橋どっち使うんですか。あ、その2人だったら今なら古橋ですかね。やっぱあの前向いた時の怖さがね、古橋の方があるし、オフザボールは古橋質が上がってるから。僕の場合、あの現状あのセンターバイタル、この相手のここに人を置かないから、最初は後から上がってくるブラジル代表みたいな、まあ、みんなが見たことある形でそういう形でやるから、最初こういう4のと5エリアの取り方して、そこからこう上がってくるから、上田みたいにここに置いといてあげたいみたいな選手だと、うん、ここってそんないらないと思ってるんで僕最初から。大勢の好きなところはあれですね、あのプレスの速度と量と、左サイドでボール持った時にちゃんと相手に正対して選択肢持ってるところですね。